はい、皆さんこんにちは。園芸チャンネルのゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、前回9月にパンジービューラーを買ったらダメとですね、動画を撮らさせていただきました。たくさんの方にですね、見ていただきありがとうございます。ただですね、やはりコメント欄でも多くあったのが、でももう買ってしまったよというですね、コメントも結構いただきました。今回はですね、そういった9月にですね、パンジービューラーは買ったらダメというのをですね、知らずに買ってしまった方のためのですね、パンジービューラーの育て方、あとですね、10月の中下旬までパンジービューラー待てないという方に向けて、私が思う管理の仕方について動画を撮っていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただければ、9月に買ってもですね、うまく楽しむパンジービューラーの方法がわかるかと思いますので、もしよかったら最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで、前回ですね、動画で9月にパンジービューラー買ったらダメですっていう動画を撮らさせていただいて、やはりその中ですね、どうしてもホームセンターとか園芸店さんの店頭に並んでるのを見てしまったら、もうですね、シーズンになったのかなと、特に初心者の方だと思われて、パンジービューラーを買われた方も多くいらっしゃったかと思います。まだやはり9月の中下旬だと気温が高くて、パンジービューラーの生育適温には、特に関東から南の本州、九州、四国はなってない場合が多いかと思います。ただですね、やはりもう買ってしまった方もいらっしゃるかと思いますので、僕なりのですね、買った場合の育て方について、実際にですね、植え付けをしながら話をしていきたいと思います。園芸チャンネル。こちらですね、以前の動画でも使ったパンジービューラーですね。こちらこの状態で置いておきました。やはりですね、こんな感じで、どうしてもあったかいので、茎がひょろーって伸びてます。まだですね、台風なども来る可能性が非常に多いので、9月に買ってしまった場合は、花壇に植えるのではなくて、こういった鉢とかプランターに植えるのが僕がおすすめします。なんでかというと、花壇に植えてしまうとですね、台風が来た場合に雨風からですね、パンジービューラーを守ってあげることもできませんし、まだ暑いので病気になりやすかったりします。こういったですね、鉢とかプランターだとですね、台風の時はですね、台風が当たらない場所に動かしたりとか、水管理も簡単にできますので、9月に買って育てられる場合は、こういった鉢とかプランターでまず栽培された方が僕はいいのかなと思います。ではですね、実際に植え付けを行っていきたいと思います。植え付けチャンネル。まずですね、こちら植え付けする鉢に必要な土をちょっと用意します。ね、これを一回出して、こちらマーガンブケを元肥として入れたいと思います。ね、窒素6、リン酸40、カリ6、マグネシウムが15という形で、花をつけるですね、窒素分が多く入っている元肥用の緩効性肥料になります。これをですね、入れておけばですね、肥料がね、取り出して効いてくれますので、おすすめです。ね、適量をちょっと入れていきたいと思います。はい、で混ぜ終わったので、これを一回もう一回土を鉢に入れます。で、はい、で今度はね、こちらパンジーの処理をしていきたいと思います。まだね、花がついてると花弁がね、落ちて病気になる原因になりますので、でこういった花とか咲き終わった茎をですね、花柄を取っていきたいと思います。こんな感じで取って、あとですね、こちら株元のですね、ちょっと枯れかけてる葉っぱなどをですね、取り除いていきます。こんな感じで取り除きました。これですね、あと2つやっていきたいと思います。はい、こんな感じで取り終わりました。茎が伸びているので、ちょっとフラフラなんで、若干ですね、少し茎を埋めてですね、
土台がフラフラならないように植え付けをやっていきたいと思います。あとですね、こういった化成肥料がですね、こんな感じで入っている場合は、これがですね、株元にあると肥料焼けをしてしまって、こちらの株が枯れちゃいますので、こういった化成肥料が、ね、ポットの中に入っている場合は、後で植え付けた後にこちら鉢の隅にですね、置いてあげたらいいのかなと思います。入ってますので、これ全部取り除いて置いておきます。で、植える時なんですけども、ちょっとね、あまりさっき深い植えようと言ったんですけども、深い植えやりすぎちゃうと今度株元の木がね、腐る原因になるかもしれませんので、適度に、まあ、ちょっとだけね、5ミリとか1センチぐらい深植えするぐらいにしておきたいと思います。ちょっとね、こうやって、根をほぐしてあげて、よいしょ、植え付けをやっていきます。はい、こんな感じで、あとはこのですね、取った置き肥をこの包みの方にですね、等間隔に均等に分けて入れていきます。はい、これであとはですね、水をかけて完成になります。ではですね、水をかけていきたいと思います。では水をかけていきます。はい、ということで、これで、植え付けの完成になります。エンゲンチャンネル、こっからがポイントになるんですけども、これね、やはりこんな感じで茎がひょろんって伸びていきます。ただですね、今切り戻しをして植え付けるとちょっと弱ってしまう可能性があるので、こんな形で植え付けをしてから根が動き出す1週間後ぐらいになった後にですね、伸びている茎をですね、ピンチをして切り戻しをして、下のですね、株元の方から新しい芽を出させてあげることで、ひょろひょろのパンジービオラにならないようにしてですね、株をこんもり作っていきたいと思います。今回はですね、これで植え付けは完了なのでおしまいなんですけども、また1週間後ぐらいに今度は切り戻しを行ってですね、芽を増やす作業をやっていきたいと思います。園芸チャンネル、はい、ということで、今回は9月にパンジービオラを買ってしまった場合の私内の植え付けのやり方について動画を撮っていました。もう買ってしまったらですね、それをですね、やっぱり植えてあげないととてもかわいそうです。ただやっぱり植えるんであればですね、綺麗に育ててあげたいなと思いますので、9月に乾いた方であればですね、花壇に植えるのではなくて、鉢とかプランターに植えて、台風が来た時には台風対策としてね、鉢を浮かしたりとかできるようにですね、してあげれたら私はいいのかなと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいて、いいねと思われる方は、ぜひ高評価をポチッとお願いします。有機の園芸チャンネルでは、植物に関するいろんな動画をアップしていますので、チャンネル登録はまで、園芸ガーデニングが好きな方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。で、9月に買ってしまって、後悔される方も多いかと思いますので、そういった方はぜひですね、鉢とかプランターで植え付けをして、本番の10月、11月になった時にですね、満開になるようなパンジービラを育てるように一緒にやってもらえたら、とても嬉しいです。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。